はい、では編んでいきたいと思います。で最後縫い合わせますので、ちょっと長めに残しておいてください。最初鎖5、1、2、3、はい、じゃ最初の目に引き抜きます。はい、鎖1で一周筋編みをします。最後6目、で最初の目に引き抜きます。はい、そしたらここに真ん中にチューブを通します。そしたらスパイラル編みなんですけども、これが表の細編みになってまして、フロントループ、バックループで3本目のループがここにあって、右足左足と細編みの裏側を見てもらうと分かるんですけども、ここに2本、右足左足と出てるんですけども、この左側取ります。この段からもう引き抜きもなしでずっとスパイラルで編んでいくんですけども、最初だけちゃんと数が6目あるかどうかっていう確認のためにマーカーします。はい、次の目ですね、こっちとこっちになってる左側、これをずっと取り続けます。で1本だけ取って、1、2、はい、次もちょっと見にくいんですけども、これが筋編みの向こう半目の目ですね。で3本目のループで右足左足のこの左足ですね、で1本だけ、1段2段3段ぐらいはちょっとややこしいんですけど、だんだんラインが出てきてどこを取ったりかすぐ分かるようになってきますので、はい、また筋編みの向こう半目で下の裏の細編みの裏側の3本目のループで右足左足で、ここに1本2本とあるんで、この1本だけを取るように編んでいきます。すごく取りにくいんで、はい、1、2、3、4、5、6、2段目、フロントループ筋編みの向こう半目、3本目で右足左足のこの左足ですね。はい、でしばらく編んでいくとこんな感じでラインが出てきます。でこのくらいラインが出てくると、もうどこの目を取ったらいいかがだいたい分かってきます。
のラインとラインの間の目ですね。右足、左足。はい、じゃあこのくらいまで編んできたら、最後は引き抜き編みをします。はい。で、こっちもちょっと長めに取ります。こっちとこっちを縫い合わせていきます。はい、はい、完成しました。こんな感じで通すと隠れますので、まあ、ちょっとぐらいここが目立っても大丈夫かなと思います。はい、こっちが35センチで作ったのと32センチで作ったのですね。12センチ内側は9センチで、35センチの方は12.5センチの内側が9センチ、9.5センチって感じですね。まあまあ変わんないんですけども、まあお好きな大きさで持ち手編んでみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。